はいどうも、今回はですね、先ほどふと思ったのかネットで見たのかちょっとわからないんですけど、歴代の防衛大臣がですね、おそらく統一教会安倍さん、そのあたりでですね、染めることによって何かしらの利益を得ようっていう強い流れがありそうだよっていうお話をしてみたいと思います。今の防衛大臣が安倍さんの弟っていうけどちょっとわかんないですけど、その岸信介のお孫さんに当たられる方が今防衛大臣なんですよ。田臥ですね。で、途中はちょっと分かんないですけど、稲田さんがやってたんですよ。稲田朋美だったかな。で、ちょっと申し訳ないですけど、2人しか分かんないですけど、でね、防衛費を世界の不安を煽って防衛費を上げて金額を上げて、で、おそらくそれをどこかに流すという、多分ね、お金が目的じゃないかなと僕は思うんですけど、なんかね、そういう流れかな、流れというか、その意思というか、あの目標に向けて突き進むというか、そんな感じのところを感じますね。で、石破さんもやってたっけ。なんか、髪の毛が食べてた。そうですね。歴代の防衛大臣。なんかね、いろんな大臣はいると思うんですけど、で、おそらく、内閣総理大臣が勝手に全員選べるのかな。そんなところで、強い意志を持ってですね、何かに向かって突き進んでる、その理由をですね、日本人としては少し統一教会と、戦うというかですね、日本国民が不利になるような目的で突き進んでいる方たちがいるのであれば、それは阻止する方向で動いた方が良いのではなかろうかと。はい、これはね、多分ネットで見たかなと。ネットで見て僕もそんな感じで思うかなというところで、はい、今回は以上です。